とうございます。紅白歌合戦フィーチャリング東方ハイツ始まりました。イエイ。はい、もうちょっと頑張ってくれよ。なんだ、何の話、じゃあ今回の企画者の東方ハイツの僕の思い出、去年まで5回ぐらいは行ったことがあります。で、その時の印象とすれば、美人な先輩が3人おって、一人頭3日分ぐらいのお酒が常に常備してあるっていうイメージなんですけど、それは今も変わりないでしょうか？ありがとうございます。それはもう安心です。よかったです。はい、そうですね、2週間。ああ、また貯めといてください。本日朝リハーサルへ行って、楽屋をこうパッと開けましたら、歴代の軽音楽部の重鎮もしくは教祖様に値する方々がバッとこっち向いてっていう人がいっぱいおって、楽屋にはずっとおれなかったっていうイメージ。はい、そんなめったにないライブを東方ハイツの皆さんが開いてくれて、僕らも出させてもらえるということで、すごいありがとうございます。感無量です。稼げそう、時間いけるよし、とりあえずやってみよう。次you
ありがとうございます。誰だっけ、9ミリ朝日のバリミットっていうバンド名を紹介したいと言った朝日のさん、喋る？じゃあ、そうですね、僕がちょっと待って、はい、もともとこのバンドに黒木は、今年新入生の黒木って言います。イエイ。っていうやつがおって、でもこいつはまずいなかったんですよ。で、まあ、リミット4野畑さんと朝日野さんがおって、もともとは4ミリ朝日野バリミットやったよな。それを僕が思いついてめっちゃいいわと思ったけど、みんなと一緒でこいつらもそんな感じでした。あの受けは、はい。おかしいな。で黒木が入ってきたから、まあ黒木で、まあ9で、まあね、9ミリにしようみたいなっていうだけです。朝日野さん、これでいい？はい、ありがとうございます。まあで僕今教育実習中です。教育実習中で練習時間取れなくて、昨日深夜練をね入れたんですよ。で、東京からか、鎌倉から帰ってきてくれて、鎌倉からお土産がありますって言って、お、なんやろう、美味しいもんかなと思って、ほんならなんか江ノ島電鉄、鎌倉で有名な江ノ島電鉄の絆創膏をくれました、みんなに。で、みんな貼ってるっていう。だから絆創膏の意味はそれだけです。はい、ありがとうございます。せやね、うん。どう、あと何分ぐらいある？全然思うんだよ。うん、あと11分。あと1曲やねんな。あ、ほんまや。超、そうそう、そういう風のみんな聞いたいわ。私は金卵がめっちゃ美味しいので、鎌倉に行ったらぜひだし巻き卵を。どこの美味しいのか。鎌倉全部が。小沢さんっていう。小沢さんっていうお店で修学旅行生でいっぱいでした。ぜひ行ってください。黒木は、あの鎌倉の思い出。え？四国の思い出。あ、四国。僕今年の夏にモンスターバッシュ行ってきて、香川まで行って、柄にもなくいっぱい焼けてきました。柄知らに。柄知らに。やばい、焼けてる。抜けんのね。まこか。はい、最後の曲です。練習はちゃんとしてきたので聴いてください。アンサー&アンサー。I'm not afraid to die.
がとうございました。